ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマは J1 リーグ順位予想。よいしょ。このチャンネルはサガントス、ガンバ大阪の試合のプレビュー、レビュー、チームや選手の情報などについて語っていきます。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでね、まあサポーターの皆さんにとっては順位予想する時期が来ましたよ。あ、オフシーズンの楽しみの醍醐味じゃないですか。いや本当にみんなやってるんちゃうかな、分からんけど。まあね、するでしょう、そりゃね。うん。まあまあちょっとね、今日もまあまあ落ち着いてきたというところで。うん。まあちょっとね、全部本当は言いないんですけど、まあ一個一個、はい、ちょっと時間が足らないので。そうですね。まあ、上位に来るであろう3つのチーム、まあ自分の応援してるチーム、まあ当然上に入れてもいいんですけど、はいはいはい、まあ、あと気になるチームとかあればっていう感じでいきましょうか。そうですね。じゃあまずガンバサポのマッキーさん、はい、上位3つからお願いします。僕が、上位3チームで予想してる3チームはガンバ大阪、名古屋グランパス、浦和レッズです。おお、なるほどね。はい、なるほどね、まあ、はいはい。ガンバはね、うん、来るでしょ。まあ毎年ね僕らは順位予想しますけど、はい、マッキーは毎年ガンバが優勝です、予想は。はい、もちろんね、まあちょっとねこのラジオを聞いてくださってる方は知ってると思うんですけど、僕はガンバサポーターなんで、もう毎年ガンバが今年は優勝すると思って意気込んでるんですけど、まあ、今年は来るんじゃないかと上位に思ってます。まあ期待は高いですけど、はい、ただ3つ全部見ると、うん、というか川崎、横浜、マリノス、はいはいはい、神戸っていう上3つとも入ってないってことですか、去年の。まあ、やっぱりね、この ACL と両立するっていうのが結構ね、やっぱしんどい部分あるんちゃうかなっていうのはあるんですよね。なるほどね。はい。その中でじゃあ ACL も戦う浦和は来ると。はい。いや結構ね、まあ、先週入れ替わった印象はありますけれども、獲得選手も結構いい選手を取ってるイメージがありますし、なんか監督がこういう選手が欲しいんだみたいな、うん、直々に欲しそうな選手を取ってるイメージがあるんで、まあ ACL とも両立できる選手は揃ってるんじゃないですか。ユンカーも開幕からいますし。なるほどね。はい、もう一つが名古屋と。名古屋はね、まあ ACL がないっていうのと、まあ、元々選手層はね厚いと思うんですけど、まあ、そこに長谷川健太監督のあの1年目ブーストがかかると来るんじゃないかと思ってます。なるほどね。まあちょっと続けていくとどうなるかわからんが、1年目は来るぞと。そうです、そうです。ちょっとね、2年目3年目とこう失速するイメージがありますけれども、1年目は長谷川健太の1年目は怖いですよ。いや確かに、まあ、監督変わったけどなんとなく系統は似てるというか、そういう安心感もあるよね。ピッカレンティから長谷川健太の、まあ、どっちも確かに、まあ、守備からっていうイメージがあるんで、うん。でなんかね、前線に個が強烈な選手っていうイメージでは、うん、まあ、トスからね酒井宣義選手とかも入りましたし、はいはい、まあ、いい選手めっちゃ揃ってるイメージはあるんで、うん、来るんじゃないかなと思ってます。なるほどなるほど。はい、まあ、じゃあガンバはそこに入れたということで、他じゃあ注目、3位以内には予想はしなかったけどここちょっと来るんじゃないかみたいなチームありますか。
まあ、このチームもね、本当悩んだチームとしては鹿島。うん、まあ、新監督がねどうなるかっていうのはちょっと分かんないですけど、鈴木優磨と上田綺世のツートップってすごくないですか。確かに全然これ代表でもあり得るツートップというか、うん、まあ今のところは入ってないけどね。いや本当にね、ちょっと日本人ツートップはちょっと夢があるなというところですし、まあちょっとね、町田選手と犬飼選手がセンターバック多分抜けたんですかね、鹿島は。うん、まあ、そこがちょっとどうかなと思って3位には入れなかったんですけど、まあ全然ね、まあ樋口選手とかも入りましたし、うん、全然上位に来る能力はあるんじゃないかなと思います。なるほどです。まあじゃあ僕のざっくりした予想はこんな感じなんですけど、トスサポータータッケさんの上位3チーム、まずどうですか？僕はね、まあ、川崎、お、浦和、はいはいはい。とまあ僕も名古屋かな。おお。浦和名古屋はやっぱお互いまあまあ来るんじゃないかと予想してるってことですね。まあ、まあ来るんじゃないかっていうのと、まあ、あとほんまになんかちゃんと今年の3つ入れたらおもんないっていうのでその去年の6位とか5位あたりが入ってきてるっていうあ、ね、あやっぱちょっとマリノスとか神戸はちょっとなんとなくこう避けたかったっていうね。言い出したら予想ですかみたいになるしな、まあ、いや、 やっぱりちょっとね、こういうシーズン前の予想ってちょっと味を出したくなるっていうのがあるんですよね。そうそうそう、味出しかぶりしたなこれはそうやな、そうやな、まあこれもでもまああるあるじゃないですか。あ、まあ、そうやな、ちょっと普通に見てたら、まあ、当然ね、浦和監督去年1年目で順位ですから、うんうん、しかも多分スタートあんま良くなかったよな去年は。ああ、そういうイメージがあるね。うん、っていうことで、まあ、継続してきてる部分がやっぱ強いし、うんうん、まあ、去年より上に行くでしょう。3年計画みたいなの最終年になるんですかね、浦和は確か。あ、最終年なん、もう確か最終年ちゃうかな、今年が集大成ちゃう、まあ、ちゃんとじゃあ2年目でタイトル取ってるしな。まあな、まあ、あとは、まあ、名古屋もここは来ると予想っすね。そうやね、ちょっと言った通り守備からっていう部分がまあ大崩れしないかなっていう。なるほどね。安定して戦っていって、まあ、3位以内に入るんじゃないかと。確かに。そしてまあ、絶対王者川崎もまあ今シーズンも来るだろうということですか。フロンターレはね、ちょっとね、旗手選手とか、まあ、抜けた選手がいるんで、うん、確実に優勝とまでは言わないけど、うん、まあね、ここ最近見せてきてる圧倒的な強さは続くでしょう。いやー、もう僕はね、逆にもう川崎いいでしょって思って3位からは外したんですけどねいや、それは思うよ、そのあれちょっと、もうちょっと、ま、ね、ちょっと緩めてくれと、うん、各年ぐらいそうそうそうってくれば、ちょっともうなんか J リーグがね、やっぱどこが優勝するか分からない面白さっていうのがずっとあった中で、そうですよ、やっぱみんなでちょっと力合わせて川崎倒さないとねそうやね、まあそうだね、目立った補強はそうチャナティップと、あと横浜 FC のあの選手、瀬古選手とかか、まあ、だからどうなるかっていうと、抜けたダメージの方がもしかしたら大きいかも。いや、もう今年は止めましょう、みんなで川崎をね、まあ ACL 取ってくれと。いやー、ほんとそう、そうですそれは多分 J サポーターみんな期待してるからね、まあ、ACL とかやっぱ他のねチームでも日本のクラブを応援するでしょ。そりゃそうですね、うん、そこはまあ期待やね。ちなみにあのサガン鳥栖はどうですか今シーズンは。
トスは5位、はい、おー結構、まあちょっとトップ3とは言わないですけど、それを争えるぐらいの順位には位置つけるんじゃないかということですね。予想プラス期待込めっていや結構トスサポーターの中でもどうなんですかね、お大きく出たなって思ってるのか、いやいや、まあ、今年はあんだけ選手抜けたし残留できれば御の字ですよって思ってるのかどうか分かんないですけどね。いやでもな、もうやっぱりちょっとあの放出ショックも抜けてきて、うん、やっぱ冷静に見るといい選手やっぱ結構入ってきてるやんっていうのと、まあ、監督もなんかまだ何にも分からへんけど、うん、コメントとかから期待できるっていう感じで、多分絶対は分からないまま期待は膨らんできてるような気がします。まあまあそれもねオフシーズンの楽しみというか、まあ、ちなみにあれよあの5位の天皇杯優勝やから。なるほどね、今年はタイトルをいくぞと、うん、もう来季 ACL よこれ大丈夫、レンタルの選手ばっかりやけど ACL 戦える戦力来年整う、ACL ちょっとユースで戦うみたいな経験させてね怒られるな他にそれ日本の代表として何か戦い言われるで。でも海外のクラブそんなしてたで、まあ、ACL 時とかじゃないけど、うん、もう日程きつすぎて、うん、間のカップ戦もうアンダーで戦うみたいなのしてたでへえー、あそうなんや、うん、もうコロナとかもあるし、うん、なんか中2日とかで連続するとあれなんだよ。ああ、いやまあでもだからそれぐらいね、こう ACL と両立して戦うっていうのは結構しんどいと思うんですよね、この時期。移動もあるからな、移動もあるしコロナで隔離とかもあると。そうなんですよ。うん、なんでね、まあ、ちょっと今回は、まあ、名古屋とか ACL がない組のね、躍進っていうのも可能性があるんじゃないかというところですけれども、あと、タッケが。注目してるチームとかどうすか。いやーこれもね被るんすけど、うん、鹿島やねやっぱ。おお被るねいや聞きながらお前めっちゃ被るやんと思ってんけどおうちょっとやっぱ急遽変えることはできなかった。なるほどね。なんせやっぱね、まあマッケ先週言ってくれたけど、うん、俺やっぱ監督だな。おお。監督が新しくなって、だから上に来るか、あの確信はないけど、まあ面白そうみたいな期待はあるみたいな感じかな。確かにね。なんか今までの鹿島はブラジル路線からね、ちょっと変えたみたいですから監督を。しかもこの監督ベルギーでさやってて、うん、アンデルレヒトの時はなんか1年目から優勝したみたいなのを見たんやけど、へえー、そうなんや、うん、だから結構その時間かかるタイプじゃなくてもうスッていくかもしれない。新なるほどね、スタイルのなんていうかな、そういう作る形作るのは早い可能性も高いんで。なるほど。まあそのね、監督の作るサッカーと選手の個人能力が噛み合えば、ほら樋口選手 MVP もあるんじゃないですか最終そこに着地すんねそうそう、なるほどね。まあまあまあ確かに鹿島もまあなんやかんやね、毎年監督変わった初年度もスタート厳しいなってつまずいてるようで、シーズン終わったらあれそんなとこにおったみたいなチームですから。ほんまに去年もだってなんやかんやでこれ4位やろ。すごいよな。うん、やっぱそれじゃあかんと見てるんやな、これは監督変えたあもう優勝してなんぼなんやろな、4位じゃあかんってなってんねやっぱ。いやー、まあ、敵からすると手強い相手ですけども、まあ注目ということですね。まあ、ガンバもやっぱ注目やけどな。ガンバは注目でしょう。うん、片野坂サッカー。いや今年はね、僕の予想では
その川崎をね、あの上位3つに入れてないっていうところもそうなんですけど、混戦になると想定してるんですよ。独走じゃなくてどっかのチームが。なるほどなるほど。ってなった時に最後終盤にこう勢い持ってガッと乗ればね、ガンバもちょっと序盤ちょっと肩のサクサク感を浸透させて、後半に勢い乗ればグッと最後1位にみたいなね、ちょっと夢物語を描いてます。いやー、まあ可能性はあるけど、野坂監督って相当期待も注目も高いよね。まあね、かなり高いですね。将来代表監督行くんちゃう、やっぱこのままやと。どうなんやろな、まあ代表監督は分からへんけど、入閣みたいなのは全然ありそうやな。いやいやいや、本当にまあ片野坂監督にとっても、まあ、勝負の年というか。そうですね、的になりそうやね。なんかやっぱ一個だけじゃね物足らんや。大分で成功したけど、違うクラブでうまくいかんかったみたいなね。そうやね、あるとあれなんで、まあここでもね、まあ、チームをどんどん下から引き上げることもできるし、カテゴリー的に。いや、まあ、ただその歴史ある強豪クラブを持っても成果出せるっていうところを見せてほしいね。そうですね、まあちょっと大分には悪いですけど、選手のね、その個の力というか能力はね、もともと高い選手が揃ってると僕は思ってるので、そういう選手をどううまいこと使ってくれるのかすごい楽しみです。ということで、まあね、なんやかんや着地はガンバになったりトスになったりしましたけど、まあ皆さんもオフシーズン順位予想楽しんで、来季また期待して見ていきましょう。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今後もサガン鳥栖ガンバ大阪を応援していきます。サポーターの皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。